禅の道、悟りに至る道ということで、その禅というものをテーマにした、波動装置を作れないかということで、まあ、ご依頼をいただきまして、まあ、それで、まあ、開発を始めたわけですね。それで、まあ、この風玉禅話の、まあ、説明をするためにはですね、まず、やはりこの風玉霊はですね、まあ、こちらの方からまあ話を進めていかないと なかなかまあご理解いただけないんですけども、風玉霊は2020年の7月に発売されました。本物研究所さんからまあ発売をしていただいたわけですね。で、まあ、2020年というと、まあ、皆さんもですね、まだ記憶に新しいと思いますが、まあ、新型コロナウイルスが、まあ、世の中にですね、まあ、広まり始めたところだったんですね。で、その前の年から、この風玉令和を、まあ、開発をしておりまして、で、まあ、2020年になってですね、ほぼ、まあ、出来上がっていたんですけども、まあ、コロナの影響でですね、まあ自粛自粛ということで、まあ外にも出れないような、そういう状況が続いていたんですが、で、その時に、まあこの霊費はどうなるんだろうってね、ちゃんと発売できるのかなと思ってたんですが、まあ6月ぐらいに入って少しまあ落ち着き始めてですね、で、そのタイミングで、まあ令和を発売したと。実際には6月の末に出したんですけども、まあ一応7月からということで、まあお話をしておりますが、で、この7月に発売してですね、私自身は、まあある程度は売れるだろうというふうに予想していたんですけども、実際に発売するとですね、ものすごい勢いで世の中に広まり始めたんですね。で、まあ、まあ、製造が追いつかないぐらいの勢いで、まあ、広まっていったんですが、あ、ちょっと待ってください。ちょっと一旦、共有外していいですか？すいません。あれ、これどこでやるんだったっけ？ついてますね。入社通話が出ましたね。はい、すいません。続けたいと思います。で、まあ、ものすごい勢いで世の中に広まり始めたんですけども、この、まあ、風玉令和という装置はですね、まあ、35種類の、まあ、測定のメニューが入っておりまして、今まで風玉ミニという装置を、まあ、作って発売していたんですね。で、風玉ミニっていうのはパソコンにつながないと、まあ、動かない装置なんですけども、まあ、その風玉ミニで、作れる波動水はこのブルーのところのですね、まあ、30種類のまあ、メニューが入ってまして、で、好きなものを選んで、まあ、波動水を作っていくという、そういう、プログラムだったんですけども、風玉令和には新たにこの5つのですね、新しいメニューが入りまして、で、まあ、35種類で、好きなものを選んで、まあ、波動水を作るという、そういう装置を作ったわけですね。で、それも、このポータブルタイプということで、今まで風玉システム、
何種類かですね、発売していたんですけども、すべて、まあ、パソコンにつないで使うという、そういうタイプだったんですが、カスタマ令和が初めてポータブルタイプで、パソコンがなくても使えるという、そういう装置として発売をしました。で、おそらく、まあ一番ですね、このすごい台数が出てる要因っていうのは、パソコンがいらないっていうところでしょうね。はい。そこの部分が非常に大きくって、まあ波動測定器とかですね、まあ波動水というものに興味を持ってる方は大勢いらっしゃったんだと思うんですけども、パソコンを持ってない方が非常に多いということをですね、最近知りまして、皆さんスマホだけで、まあ、ネットのショッピングとかですね、決済とかされてるみたいなんですね。ですからパソコンがないから、カズタマミニを買っても使えないと。ということで、まあ、購入をされてない方が非常に多かったということが分かりまして。で、この、まあ、令和はですね、まあ、このように手を乗せて測定スタートを押して、で、測定が終わったら今度水を乗せて波動を転写するというですね、まあ、非常に簡単な使い方ができて、なおかつ様々な問題に、まあ、対応することができるという、そういう装置として発売したわけですね。で、このカズタマ令和がですね、どこにアプローチをして、波動情報を拾っているのかというところなんですけども、実はですね、まあ、いつもセミナーの時に、見てもらってる人の意識の、まあ、仕組みの図がありますね。意識全体、のうち、この顕在意識の領域ですね。まあ、ここは全体の約5%であると。で、残りの95%が潜在意識であるという説明をしてますが、その潜在意識を、まあ、2つの領域に分けて捉えることができまして、4次元レベルのですね、個人的無意識。ここの領域にアプローチをして、波動情報を拾い出しているのがカズタマ令和なんですね。で、ここの個人的無意識に記憶しているネガティブな情報、この情報を解消するための波動コードを拾い出して、水に転写するわけですね。すると、ここの領域のその根本原因が解消されますので、その原因によって生じてた、顕在意識の領域。これが、まあ、現実の世界ですね。の領域に生じてる、問題が、まあ、解消されていくと。そのような仕組みになっていたわけですね。もうちょっとわかりやすく図を 変えると、まあ、このように、カズトマ令和が4次元の個人的無意識にアプローチをして、で、拾い出した情報を転写する。それによって、まあ、3次元の現実の世界に、まあ、変化という現象が起きてくるという。まあ、そのような仕組みでできておりまして、もう今、累計で3600台以上出てるんですけども、それだけの方がですね、実際にカズタマ令和を使っているわけなんですね。ただ、その中の仕組みはほとんど知らなくて、すごくなんか面白いよねという感じで使ってる方が多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、詳しく説明するとそういうふうになってるわけです。で、それに対して、まあ今回ですね、こちらのカズタマ全話、これがまあ発売されたわけですね。で、カズタマ全話も、ポータブルタイプですから、パソコンは必要ないです。で、この、全体の大きさもですね、令和よりも一回り小さくなってまして、まあ、ほぼスマホと同じ大きさになってますね。で、ここの、まあ、液晶画面がですね、タッチパネルになってますので、はい。
この画面を指とか、なんか、細い棒でね、押さえると、まあ、画面が変わっていくわけですね。で、あと、ここにですね、まあ、ちっちゃい、結晶のマークが入ってるんですが、ここを押すと、このパネル画面の色がですね、こう、変わっていくんですね。自分の好きな色で、まあ、使うことができる。ここに載ってないんですけど、白い画面で黒文字の表示もありますね。まあ、そのような装置なんですが、ただ、このカズタマ全話ができることっていうのは、令和とは全く違ってまして、こちらのですね、先ほどの人の意識の地図の、こっち側、普遍的無意識ですね。5次元レベル。ここにアプローチをして、情報を拾うようになっているわけですね。で、どのようなメニューが入っているのかと言いますと、メンタルチェックに特化した測定メニューが入っています。まずですね、あなたのメンタル、男性の場合にですね、あなたのメンタル、男性の測定する場合に使いますね、設定。で、2番目が女性の測定をする場合に使います。で、3番目、今度は愛犬のメンタル、ペットの犬のメンタルの測定ができると。それから愛猫のメンタルですね、ペットの猫の測定ができる。まあ、この犬と猫の測定メニューを入れたのは、まあ私のところで行っている、まあ、KPS プロのですね、波動カウンセリングでもですね、ワンちゃん、猫ちゃんの相談ってすごく多いんですよ。で、猫を専門に波動カウンセリングをしているカウンセラーの方がいらっしゃいまして、で、その方からですね、猫の測定用のメニューを作ってくださいよって以前からずっと言われてたんですね。ですので、まあ今回全話を作るときに、じゃあ犬と猫の測定メニューを入れようということで作りました。まあただね、ペットの場合は、飼い主のね、影響ってすごく大きいので、そのワンちゃん、猫ちゃんの測定をして出てくる感情コードっていうのが、そのワンちゃん、猫ちゃんが持ってる感情だけでなくって、飼い主の方の感情もですね、出てくる可能性は非常に高いと思います。まあ、その辺も考慮しながら出てきた感情を見ていくといいと思いますね。それから、まあ、家、車などのエネルギー調整。これは、物の、測定ですね。令和の中には、家土地のエネルギーというメニューで入ってますが、まあ、それと同じような使い方になりますけども、物の中にはですね、人の想念のエネルギーっていうのが溜まっていくんですね。ですので、そういったものを、まあ、浄化するためのメニューとして入れました。まあ、実際にこの車の測定をしてですね、まあ、写真でヒーリングするんですけども、ヒーリングをするとですね、明らかに燃費が上がるらしいですね。それぐらい溜まってる、想念の、ネガティブなエネルギーの影響っていうのは、まあ、とても、まあ、大きいということですね。で、それ以外に、6番目以降はですね、まあ、人間関係のメニューとして入れてます。人が、いろんなその悩みとか問題を抱えるときに、まあ人間関係からですね、そういう問題や悩みが生じることって非常に多いので、人間関係としてですね、人間関係全般、それからまあ配偶者、旦那さんとか奥さんですね、それから義父母、あ、こっちか、家族ですね、家族全体、それから配偶者、で、我が子、義父母、義理の兄弟姉妹ですね。で、現在の恋人と昔の恋人入れました。で、まあ、友人仲間、社長、上司、同僚、部下、社員、従業員ということでね。このあたりはもう、会社の中の、ね、人間関係になりますけども、まあ、そういうものが入っております。
まあ、ピンポイントでね、測定をして、その感情を拾い出すということですね。で、まあ、このように、同じようにこう手を乗せて測定をしますね。で、もちろん写真を使っても測定ができます。で、これ測定をするとですね、その感情波動が拾い出されるんですけども、ショートとロングがありますね。で、これロングの表示なんですけども、ショートの場合は20個の感情コードが拾い出されます。で、拾い出した感情が全部表示されます。まあ、測定時間はだいたい1分から2分ぐらいですね。で、ロングの方は80コード拾い出されまして、2個以上拾い出された感情が表示されるようになっています。まあ、測定時間は5、6分かかりますね。で、この拾い出した感情に対して、ここのアドバイスっていうところを押すと、このようなですね、今一言アドバイスというのを見ることができるわけですね。で、基本的にここのアドバイスの言葉っていうのは、この一番個数が多かった感情ですね。感情を抑制するという、波動コードが出てます。ですから、まあ、この測定を受けた方は自分の感情をですね、あまり表に出さない、そういう性格の方ということになりますね。で、そういう方に対して、常に喜びと感謝を表現している人の周りには上機嫌な人が集まってきますという、まあ、一言アドバイスですね。表示する画面がね、あまり広くないので、この一言アドバイスの文字数は20文字以内になっているので、まあ、簡単なアドバイスにはなるんですが、まあ、でも、読んだ人にとってね、いろんな気づきのきっかけになるんではないかと思います。そして、この波動水を作るわけですね。で、波動水の作り方なんですけども、全部で4通りありまして、まず、拾い出した感情コードを直接水に転写する方法。これがまあ一番簡単な方法ですね。で、まあ感情コードを直接転写して飲むと、その感情、ネガティブな感情自体が、まあポジティブにこう変化していくんですけども、この作り方だとですね、その変化が生じるまでに、まあ結構時間がかかります。で、もっと強力にですね、まあ早く、変化するような、まあ、波動数を作りたいという場合は、2番目のね、相乗相克測定をして転写。拾い出した感情コードに対して、相乗相克測定で、まあ、修正コードというものを拾い出します。そしてそれを水に転写する。すると、直接転写するよりも、まあ、効果的な波動数が作れます。で、さらにもっとですね、強力な波動数を作りたいという場合は、3番目ですね。一例指根測定して転写をする。この相乗相克測定によって、まあ、一例指根ですね。一例指根というのは、荒御霊、右御霊、先御霊、屈御霊、直比というですね、5つの領域を測定をして、で、それをまあ順次転写していくという、そういう波動数の作り方になりますので、もっと強力になります。で、最後に、それでもですね、ちょっと飽き足りないというか、もっと強力なのが欲しいという、方も出てくると思いますので、その場合は、一例指根プラス縄文ゲート測定で、転写をして波動数を作ることができます。ただですね、この3番目と4番目は、連続して測定と転写を行いますので、手を乗せてって、で、測定が終わったら水を乗せて、で、転写したら一口飲んでってことができないんですね。なので、水と写真を一緒に乗せて、測定をしてください。で、あと、遠隔ヒーリングはできません。この3番と4番ですね。遠隔ヒーリングができるのは1番と2番だけです。
で、イメージとしてはこんな感じでね。水と写真を。まあ、私が、測定する場合はいつもこのように立てかけて測定してるんですけども、まあ、コップやボトルの下にですね、まず写真を置いて、その上に、まあ、水を乗せても大丈夫ですが、あまりね、写真の上に物を乗っけるっていうのが、私自身は、好きではないので、なんか、失礼に当たるような気がするので、立てかけて、測定と転写を行っています。はい。で、そんな感じで、風玉前話の場合は、5次元にアプローチですね。で、ここの情報が変化することによって、変化していくことによって、4次元に変化の現象が起きる。なので、風玉令和と風玉全裸っていうのは、実はですね、連動して使うことができるわけですね。まず、風玉全話で、もしですね、両方を購入された方の場合は、まず風玉全話で測定して、転写して、で、その水を一口飲む。で、次、風玉レイはですね、その状態で、まあ、変化した4次元の意識にアプローチして、で、転写をして飲む。風玉令和で測定して、同じ水にね、転写して飲む。という使い方ができるわけですね。このように、5次元にアプローチして4次元に変化を起こさせる。測定転写ですね。で、この4次元にアプローチして3次元に変化を起こさせるという。このように連動させることができるということにですね、作った後に実は気がついたんですね。で、これでね、作っていくと、潜在意識の中の カルマの解消がですね、進んでいくわけですね。で、私たちの潜在意識の中に記憶しているカルマの情報によって、私たちの性格というものが作られています。ですから、マイナスのカルマをたくさん持ってると、マイナスの性格が作られてしまうわけですね。で、マイナスの性格を持っていますと、まあ、普段の生活の中で、まあ、いろんな刺激を受けますよね。すると、心からですね、マイナスの感情が湧いてくるんですよ。で、この湧いてきたマイナスの感情というものは、これは自分でわかるわけですね。今自分がどういう感情を作ってるのか、自分の心からどのような感情が湧いてきてるのかっていうのは、これは当然自分でわかりますよね。で、今説明したように波動数を作って、毎日飲んでいくと、この潜在意識の中のカルマの情報がですね、まあ、徐々にですね、マイナスのカルマが減っていくと。すると、その影響によって作られてたマイナスの性格もどんどん変わっていくわけですね。マイナスだったものが今度プラスの性格に変わっていく。すると、そこから生じてくる感情もどんどん変わってくるわけですね。で、これがね、どのぐらい、カルマの影響が減ったのかっていうのを確認したいときに、自分の、まず苦手なことですね。まあ、今、仕事をしてる方の場合はですね、その仕事の中で自分の苦手なこと。で、まあ、学校に行ってる人であれば、勉強のね、種類の中で自分の苦手な教科。それから、自分の苦手な人とかね。そういう人
と相対して、まあ、取り組んでみたり、会話をしてみたりしたときに、やっぱり苦手なものに対して、ネガティブな感情っていうのが湧きやすいんですよね。でも、波動水を飲んで、潜在意識のカルマの情報がどん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 変化していくと、自分の性格が変わりますから、過去に、苦手だったこととか、苦手な人だったんだけど、今、まあ、それに取り組んでみたりですね、その人と会ってみたときに、湧いてくる感情が、あれ、昔と違ってる。今の方が、なんか、楽だな、というふうに、まあ、感じられるようになってきたときに、まあ、そこの部分はね、当然自分でわかるわけですから、なってきたときに、潜在意識のカルマが減ってきたんだということがわかるわけですね。まあ、そんな感じで、日々使いながら、自分自身の意識がどのように変わる。で、自分の性格がどのように変化して、自分の心から湧いてくる感情がどういうふうに変わってくるのかっていうのを、そこにですね、常に意識を向けながら日々生活していくと、自分の変化の様子っていうのが分かってきますので、どんどんこうエネルギー的にバランスが取れていくと、毎日の生活がすごく楽しくなってくるわけですね。で、いい方向に変化してるということが感じられますので、その変化を感じられたときに、自分の人生のですね、喜びが湧いてくるんですね。で、将来に対する、まあ、目標とかね、はい、取り組み方、そういったものも変わってくると、ということですので、まあ、そのような、まあ、装置、カズタマ禅話というものが、まあ、今回できたということになります。で、カズタマ令和がですね、発売からまあ3年半経ったんですけども、3600台以上、確かそれ以上で、出ていますね。で、まあ、ここまですごい勢いで広まっている、その理由をね、考えたんですけども、さっきお話ししましたように、まずポータブルタイプで持ち運びが便利だということです。パソコンがいらないということが、まあ大きな理由になっている。そして2番目に新メニューで世界平和が入っていると。まあ今までね、このようなメニューの入っている波動装置っていうのはなかったですので、まあこれも売れてる理由に入っていると思いますね。で、3番目に船井先生と江本先生の応援。お二人とももう亡くなられてますけども、向こうの世界からですね、すごい強力な応援をしてくれてるんではないというふうに考えております。で、4番目ですね。新型コロナによる人々の意識変化。ということで、まあ先ほど説明しましたように、新型コロナが世の中に広まり始めて、まあパンデミックになった時にですね、その2020年の7月、世の中の人の、意識変化、まあ、コロナが広まっていくのと同じように、まあ、カズタマ令和が世の中に広まっていってるということですね。で、まあ、5番目に風の時代になり、まあ、価値観が変化。まあ、4番目とね、つながりますけども、世の中の人の、価値観がまあ変わってきたということですね。で、この風の時代については、まあ過去にもですね、何回かお話ししてますが、風の時代とは何かということで調べましたら、木星と土星によるグレートコンジャクションということで、まあインターネットでね、情報が載ってました。で、木星は幸運の星。土星は試練の星と言われています。その対極とも言える二つの星が重なることは20年に一度起こる現象で、グレートコンジャクションと言います。極端に言えば良いことと悪いことが同時に起こるようなイメージです。水瓶座というのは風の星座です。
グレートコンジェクションはこれからの約200年間は風の星座で起こります。水瓶座イコール風のエレメントにはどんな性質があるかというと、情報、コミュニケーション、知性などといったキーワードが該当します。これまで以上にインターネットは欠かせなくなり、現在は想像もつかないような斬新な使い方をするようになるかもしれません。で、土の時代に重要だったものを所有するということも、これからは徐々に価値観が変わっていきます。すでにミニマリストとして持ち物に執着をしない生き方が注目される。サブスクリプション方式で物を持つよりも借りるということが主流になるなど、手放すこと、シェアという感覚も風の時代らしい考え方です。これからの時代は目に見えるものから見えないものに価値を置く時代となっていきます。というふうに書かれておりまして、まあ、20世紀の間はですね、この物を所有するという価値観、世の中の人の価値観で、まあ、動いてた時代だったんですね。それがまあ21世紀になって風の時代になりまして、今度は物を所有しない、ね。それを手放すということで、目に見えないもの、見えるものから見えないものに価値を置く時代と変わってきたと。ということらしいですね。で、去年の3月22日ですね。冥王星が水瓶座に入りました。冥王星は価値観を破壊し、再生する働きを持ち、で、水瓶座は自由と平等がキーワードということですので、古い価値観ですね。物を所有するという古い価値観を、破壊する。そういう、冥王星が水瓶座に入ってきた。で、破壊して再生するんですね。で、再生するときに、まあ、自由と平等。目に見えないものに価値があるというですね。そういう価値観が再生されるということです。それが今どんどん進んできているということですね。で、土の時代と風の時代の、まあ、価値観をこうね、比較するとね、まあ、これだけ、違いがある。昔はね、お金とかね、物質、所有する、固定、安定、蓄積、男女別、国別、組織、会社、縦社会、肩書き、成功上昇、自分で頑張る、常識、規制概念、という、まあ、こういう価値観だったのが、まあ、今、風の時代に入りまして、情報、体験、人脈、共有する、で、移動、流動、革新、循環、ボーダーレス、個人、フリーランス、横のつながり、友人、仲間、心が喜ぶ幸せ、人と助け合う、自由の発想というふうにですね、まあ、こんなにも、価値観が変わってきていると。まだ土の時代の名残はありますけどね。今どんどんそれが崩壊していってますね。で、まあそのように今、土の時代の価値観から風の時代の価値観に移行していってるんですけども、古い価値観にとらわれてしまってですね、それがまあ潜在意識に記憶されてて、その、情報が原因で、いろんな問題が生じている人が今すごく増えてるんですよ。で、これはちょっとその、まあ、土の時代のね、価値観を潜在意識の中から、まあ、解消していかないと、まあ、世の中全体で、人の、まあ、集合意識の、変化ですね。そういったものが、そういった、まあ、変化の邪魔になるんではないかなと思いまして、去年の4月14日ですね。日本人の集合意識から、まあ、土の時代から風の時代へ、まあ、変化していくための、転写コードというものを拾いました。で、このコードを、カズタマシステムの公式ホームページの新着情報にアップしまして、このコードを転写してね、ご自身で飲みながら、日本列島の地図を使ってヒーリングをしてくださいというふうに、まあ、呼びかけまして、まあ、多くの方がですね、おそらく
これを使ってくださったんだと思いますので、まあそこから、日本人の集合意識がですね、まあかなり変化してきたなというふうに感じております。で、まあいずれにしてもこの、カズタマ、令和にしても、前後にしてもですね、人の意識に、まあ、働きかける装置なんですが、まあ、意識と次元の仕組みということで、まあ、これもいつもね、お話をさせていただいてるんですけども、この、まあ、平面の二次元の世界に住んでる人がいたときに、仮にですね、実際には二次元には住めないんですけども、仮に住んでる人がいたときに、まあ、お互いに向き合ってね、この男性と女性、相手の姿がどういうふうに見えるのかという質問をね、セミナーの中でさせていただくんですけども、まあ、このイラストを見ればわかるようにね、平面の世界で向き合った相手は直線に見えるわけですね。このペラペラのね、世界にいますから、相手の姿は直線に見える。つまり、二次元にいる人は一次元しか認識ができない。自分がいる次元よりも一つ下の次元しか認識ができないということですね。で、こちらの、まあ、映画館の中にいる女性が、まあ、スクリーンに映った映画を見ているイラストですけども、彼女は、まあ、映画館というね、空間の中、三次元空間にいますので、三次元空間からスクリーンを見てるから、二次元全体が見えるということになります。で、その、まず二次元のね、情報。これ投影された情報。映画というね、画像が投影されている二次元の世界。で、その二次元全体が見えているのが、まあ三次元から見てるから見える。で、まあ三次元の情報は何かというと、まあさっきのイラストで言えば、このね、女性がね、どういうヘアスタイルで、どういう顔つきしてて、で、何を食べて、で、何を見てるのかというね、そういう情報が三次元の情報になりますね。その人の見た目とかね、行動とか、あとはまあ喋ってればその言葉とかね、わかります。で、その三次元の情報、私たち普段生活してるときね、三次元空間が見えてますよね。その三次元の情報がわかるということは、その、自分が見てる、情景とか、目の前にいる人とかね、その人が見えるということは、つまり見てる私は、四次元から見てる。四次元から見てるから三次元の情報がわかるということになります。で、この見てる自分の意識ですね。意識は四次元にいるんだということですね。で、四次元の情報というのは、これはまあ心の中のね、思いとか気持ちとか目的とかね、そういう情報になります。で、もし、この心の中でですね、横島のこと、悪いことを考えている人がいたとします。人を騙して、お金を巻き上げようとしている人がいたときに、目の前にいる皆さんにですね、優しい言葉をかけてきました。で、あなたをね、助けましょうとかね、言ってきたときに、でも、騙そうとしてるじゃないかってね、心の中の情報がわかれば、まあ、そんな人が言ってることなんて信用するわけないんですね。ところが、ここの情報がね、わからないと、その言葉巧みな人がね、近づいてくると騙されてしまうこともあると思うんです。じゃあ、このね、四次元の心の中の情報が分かるためには、どうなればいいのかということですが、まあ、それは五次元意識ですね。五次元の意識が覚醒していれば、四次元の情報が分かりますから、言ってることと、思ってることと言ってることが違えば、まあ、この人嘘ついてるってすぐ分かるわけですね。で、そういうふうになれば騙されることがない。
ですから、この5次元意識が覚醒されていくことで、地球のあらゆる問題が解消されていくわけですね。で、5次元意識の覚醒を縄文ゲートが開くというふうに呼んでるんですね。なんで縄文ゲートが開くのか。それは、縄文時代の人たちは5次元意識が覚醒していた。だから、争いのない平和な時代が、まあ、1万年以上続いたんだということなんですね。先ほどのですね、風の時代の価値観、ね、物を所有しないと。土の時代は物を所有するということに価値があるという時代だったんですが、風の時代は物を所有しない、手放すということですが、縄文時代の人たちはですね、その物を所有するというね、価値観というか考え方を持ってなかったらしいんですね。ですから、まあ食べ物にしても、その住む土地にしてもですね、自分に必要な分だけをいただくという考え方で、まあみんなでこうシェアをしていたということらしいですので、まあこれから風の時代はですね、その縄文の人たちの、まあ、意識に、私たちの意識が近づいていくんだと、そういう時代だというふうに考えられます。それで、こちらのですね、まあ、正元さんですね。3月3日の、今後の未来フォーラムに、出演していただいてまして、私が出た後でね、出てこられたんですけども、まあ、非常にね、ご本人に会うのを楽しみにしていきました。自分が喋るよりもね、一参加者としてね、まあ楽しんできたんですけども。で、まあ講演が終わった後ね、本を持ってって、ちゃんと、サインね、いただいてきまして。ああ、よかったな、というふうに思うんですが、まあこのね、今日誰のために生きる、まあ翡翠小太郎さんとのね、共著なんですけども、これが発売からですね、半年でもう23万部ですね、出てる。すごいベストセラーですね。まあ、これからね、この先どのぐらい伸びるかわかんないんですけども、まあ私もぜひこの本は全ての日本人の人に読んでもらいたいなというふうに思っておりますね。で、まあ中の目次をね、ちょっと抜き出したんですけどね、文字もない伝わる幸せの参加状とかね、世界一美しい仲直りとか、フラミンゴの羽の上で寝るとか、まあたくさんあります。二日前のお昼ご飯何を食べたのか思い出せるってね、言われたときに、いや、なかなか思い出せないなと。私自身もね、やっぱり食事してるときも、その食事を本当に楽しんで美味しく、感じながらいただいてないのと、他のことを考えながら食べてるのっていうのが、まあ、私自身もね、分かったんですけども、もっともっとね、まあ、縄文時代とね、現代のような、便利な仕組みってないですから、すごく不便だったと思うんですね。ただ、その不便さをね、楽しんでいたと思うんですよ。縄文時代の人たちは。で、今の現代の人たちは、あまりにも便利になりすぎて、それに慣れてしまっているから、不便さを楽しむというゆとりがなくなってますね。なので、まあその辺をね、もうちょっと、まあ意識とか考え方を、変えていく必要があるんじゃないかなというふうに、今感じております。で、この、まあ正元さんの本の中にも書いてるんですけども、文殊村の村長からね、言われた、まあ、予言があって、日本人が虫の音を、聞くことができなくなったときに世界は滅びるというふうに言われたらしいんですね。で、2025年の7月5日までに日本人が縄文の心を思い出すことができるように、日本に帰って、その村長が教えてくれた情報をね、日本人の人に伝えてきなさいというふうに言われて日本に戻ってきたということなんですが、その2025年の7月5日問題っていうのが、今かなりネットでね、
騒がれているんですけども、まあ、一番目にその文字村村長の予言ということでね、最初は証言さんも、2025年の7月5日までに日本人が縄文の心を取り戻さなければ世界が滅びると、村長さんに言われましたっていうふうに語ってたんですけども、途中でね、そういう説明ではなくって、2025年の7月5日に日本人にとって、ものすごく、楽しみな出来事が起こると。という予言に変わってきましたね。で、もう一つ7月5日問題で出てるのは、漫画家の辰木亮さんの予知夢ですね。最初の、私が見た、何でしたっけ？未来か。の漫画の中で、東日本大震災が、まあ、311ですね。3月11日に起きるというのを、その漫画の表紙にね、ちょこっとメモ書きでね、入れてたんですけども、それがまあ、当たってるということで、すごい話題になりまして、で、その後に見てる、予知夢があって、まあ、それを、まあ、続編として、追加してですね、まあ、つい最近、新しい、私が見た未来っていう漫画が出たんですけども、その中の情報では、台湾とフィリピンの間ぐらいの海からすごい爆発が起きて、海底火山が爆発するような爆発が起きて、で、そこから津波が起きて日本に、311の時の10倍ぐらいの津波が押し寄せるというね、そういう、まあ、予知夢を見たというふうに漫画の中で書いてるんですが、まあ、でもそれを書いたのは、そういう未来が変わるように、みんなにその情報を伝えることによって、変わってくれるようにするために書いたというふうにおっしゃってますね。で、その他にもね、隕石がね、衝突するという、そういう、可能性があるという情報も載ってます。NASA かどっかが、調べてて、確かにその時期に7月5日頃に隕石がかなり地球に接近するという情報も上がってますね。で、あと4番目に巨大な太陽フレアが発生すると。ということで。実はこの太陽フレアはですね、今、太陽が活動期に入ってまして、ものすごい太陽フレアが発生してるんですよ。で、昨日か一昨日ぐらいにも発生してまして、で、ここ最近ですね、すごくまあ体調を崩される方が多いんですけども、昨年あたりまでは、まあ、コロナの影響か、もしくは、スパイクタンパクの影響ですね。それによってまあ体調を崩される方非常に多かったんですけども、今は太陽フレアの影響で体調を崩している方が非常に多いですね。で、そこで、ここにですね、太陽フレア磁気嵐という文字から波動コードを拾い出しました。で、この45936という波動コードね、私が毎日波動カウンセリングするときにお客様の測定をするんですけども、ほぼ 100% ね、非共鳴の反応が出ますね。ですから皆さん太陽フレアの影響をね、受けてるんですね、知らない間に。ただその影響を受けても体調を崩す人と崩さない人といいますから、そのあたりは、その影響の度合いが違うんですけども、まあ気になる方はこのコードを使ってですね、まあ令和と前話の場合は、パソコンにつないでコード入力転写ですね、して波動数作ることができますので、まあそういう形で使っていただければいいかなと思います。で、私自身はですね、この、2025年の7月5日、ね、周りにいる人がね、皆さん、私に質問してくるんですよ。7月5日、何が起きるんですかって聞いてくるんですけども、私は個人的にはね、何も起きないと思います。何も起きないっていうのは、大災害のようなことは起きないと思います。
過去にね、ノストラダムスの大予言、ね、何も起きませんでした。それからマヤ暦が終わるとき、もう何も起きませんでした。ただし、現実の世界では大きな出来事は起きてないんですけども、意識の世界ではすごく大きな変化が起きていたんですね。マヤ暦の時なんかは、まあ、確実に起きてました。なぜかというと、その暦というのはですね、時間を計測するための、ツールなんですね。まあ、1日単位で計測していくんですけども。で、時間というのは、意識の世界の、広がりなんです。私たちの意識の世界の広がり。だから、その暦が終わって、新しい暦になるということは、私たちの意識の世界で一つの区切りがついて、新しい時代が始まったということですね。まあ、そのように、意識の世界では大きな変化が起きていたんだということですので、まあ、今回も、意識の世界で大きな変化が起きる。私は日本人が縄文の心をね、取り戻す時じゃないかなと思ってるんですよ。ただしね、じゃあ、その日まで待ってよ。ではダメなんですね。やっぱり取り戻せるように、それまでに、十分に準備をして取り組んでいって初めて、まあそういう変化を迎えることができるんじゃないかな、というふうに思いまして、こちらの波動コードですね。日本人集合意識カルマという波動コードがありまして、これも、毎日波動カウンセリングするときに確認してるんですけども、ほぼ全ての方から几帳面の反応が出るんですね。ですから、日本人の集合意識の覚醒を、まあ、邪魔してる、ね、まあ、カルマがあると。で、それを解消するための波動コードというものを拾い出しました。縄文ゲート2024というね、波動コード。で、この波動コードを転写した波動水を発売したんですが、まあ、このお水をね、販売してるだけではね、ちょっと弱いだろうということで、転写コードを新着情報にアップしました。ですので、まあ、ユーザー登録されている方はそこからですね、ダウンロードして、自分で転写して、同じ波動水を作ることができますので、ぜひですね、カズタマ、レイワ、ゼンワ、その他のカズタマシステムを持っている方は、活用してみてください。で、まあ、遠隔ヒーリングということで、実はこのカズタマシステム、カズタマ、レイワ、ゼンワですね、遠隔ヒーリングができるっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、これね、購入された方は、まあ、普通に使ってらっしゃるんですけども、これものすごいことなんですよ。で、波動とかね、まあ、目に見えない世界のこととか、まあ、否定してる方は、遠隔ヒーリングなんか機械使ってね、そんなことできるわけないだろう、というふうに、まあ、頭からね、否定する人がいるんですけども。でも、実際に、この遠隔ヒーリングをしてですね、この写真に写ってる方にいろんな変化が生じてるわけですね。ものすごいたくさんの体験談がもう集まってます。で、このような使い方っていうのは、三次元世界だけを見て、三次元の法則やルールで生きてる方は、こういうことはできないんですよ。四次元の、意識の世界のことをちゃんと理解してですね、で、その4次元の世界のルールにのっとって、波動の装置を使うと遠隔ヒーリングすることができるんですね。で、それを購入された方はもう当たり前のように使ってらっしゃるんですけども、そういう使い方をする人がどん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 増えれば、世の中の、多くの人の意識が、まあ、変わっていくきっかけになるだろうというふうに思いますので、もちろん、カズタマ全話もですね、写真で遠隔ヒーリングができます。それと、まあ、最近分かったことで、まあ、新しい、遠隔の方法なんですが、
遠くにいる人が持ってるお水のボトルですね。その人が持ってるボトルだとわかるように名前を書いてもらって、で、そのボトルの写真を撮ってメールで送ってもらうわけですね。で、プリントアウトして、そのボトルの写真に波動転写するんですよ。すると、どんなに離れているところにいても、その人が持ってるボトルにですね、波動転写できるんですね。で、遠隔ヒーリングしてるとですね、ずっとヒーリングしますから、その間、ね、持ってる装置使えなくなりますね。なので、お水に転写してあげる。で、それを飲んでもらう。すると、一回転写しただけで済みますので、装置は他のことに使うことができる。ということですね。まあ、こういう便利な使い方もできるんだっていうのが分かってきましたので、まあ、ぜひやってみてください。はい。で、まあ、2020年から、この集合意識にね、アプローチをしまして、波動情報を、まあ、拾うようにしました。2019年までは、まあ、個人の、測定しか行ってなかったんですね。で、20年から、もう全体の時代に入りますよという人が、いまして、で、波動測定自体も、もう全体の集合意識のアプローチして、まあ、波動、コードを、まあ、拾える。その拾う測定手順が見つかったわけですね。で、まあ、今までですね、まあ、2020年からですね、まあ、コロナが出てきましたので、それに対応するためのコードをですね、まあ、拾っては、新着情報にアップしてですね、で、皆さんに波動コードを提供しております。このスパイクタンパクのね、対策コードっていうのはね、どんどんね、スパイクタンパクが変化していくので、最初に拾ったコードが途中からね、効き目がなくなるんですね。で、新たに拾って。この後にももう一回、もう二回かな、拾ってますね。まあ、そういうコードを、まあ、拾うようになりまして、まあ、すべてこれ無償でですね、情報を提供しております。で、カズトマレイはもう、まあ、ポータブルっていうところがね、魅力的なんですが、パソコンにつないでですね、で、ソフトをインストールして、で、コードを入力転写することができます。で、この、まあ、カズトマレイはの、まあ、インストールソフト、同じものを使って、全話もつないで動かすことができますので、まあ、パソコンを持ってる方はですね、ぜひ、こういう使い方もしてみてください。インストール用のソフトはですね、無償で、提供しておりますので、公式ホームページの方からですね、お申し込みいただければ、無償でお送りしております。これがトップ画面ですね。で、このように 波動コードをですね、入力して、で、転写かヒーリングをすると。パソコンにね、詳しくない方はね、お送りしたコードをね、一個ずつ、ここからですね、手入力してる人がいらっしゃるんですが、すごい時間がかかるんですね。で、ここのね、ファイル読み出しというところから、ファイルリードできますので、パソコンに詳しくない方は、詳しい方にね、教わってやってみてください。で、まあ、水に転写する場合は、ね、水を乗せてくださいということで、で、転写をします。転写中にね、結晶写真。綺麗な結晶が表示されます。これ、船井先生のね、愛の気のエネルギーを入れた結晶ですね。はい。まあ、そんな感じで、レイバも全裸もですね、このように、使うことができますので、まあ、波動水を飲みながらですね、まあ、悟りの境地に、まあ、近づいていこう。別の言葉で言えば、まあ、縄文の心を、ね、思い出そう。ということですね。まあ、そういう目的で、これらの装置をまあ開発したと。まあ、最初に作るときは、ここまでの考えはまだなかったんですけども、まあ、完成してですね、使ってみて、あ、すごいなと、自分自身がね、
気づいたわけですね。で、まあ、正源さんのお話とか聞きながらね、これは本当に日本人の、集合意識を変えていかないといけないんだということで、まあ、そのために、この令和と前和がね、今、すごい勢いで世の中に広がっているんだな、というふうに、私自身は考えております。日本人が縄文の心を思い出すとき、世界が平和になるということですね。これを目標に、日々頑張っております。はい、ご清聴ありがとうございました。先生、ありがとうございました。ということでですね、ここからは、質問コーナーになります。ご感想などでも結構ですので、もしよろしければチャット欄の方に打ち込んでいただくか、もしくは、ミュート外していただいてご質問をお願いします。で、一つ今、ご質問入ってますので、こちら読ませていただきます。はい。前話とパソコンがあれば、令和がなくても同じ機能を使えるということですかという質問です。そうではないですね。ですから、令和の中に入っている35種類のメニューを使った測定は前話ではできないです。で、逆に、令和は前話のようなメンタルチェックはできないです。ですが、全く違う機能が入っているということですね。はい。ありがとうございます。次のご質問です。波動水は何日くらい効果が続きますかということです。その効果が持続するのが、お水の保持能力なのか、その波動コード自体の効き目なのかっていうのがあるんですけど、どちらの質問でしょうか。おそらく令和だと思います。令和が善なかという話じゃなくて、波動コードの効き目がどのくらい持続するのかという質問ですかね。一旦それでお願いします。はい。まあ、それはね、飲んでる人の変化次第なんですね。で、ものすごい気づきを得て、その人の意識が変化すれば、拾い出した波動コードの効き目っていうのはあまりなくなりますから、もう一度再測定をして、新しいコードを拾った方がいいです。まあ、ただ、令和、前はどちらにしても、ショートであれば、そんなに時間かからないですから、できれば毎日測定して、新しいコードを拾った方がいいと思いますね。で、前話の方は、一例子根とか、一例子根プラス縄文ゲートの測定をすると、1時間ぐらいかかるんですね。で、1時間の測定を毎日やるっていうのは、これはちょっと大変なので、まあその場合は、まあ1週間とかね、2週間とか。ですから、まあ月に、2、3回か4回か。まあ、それぐらいの測定でいいかなと思います。ありがとうございます。次のご質問です。波動水は温めても大丈夫でしょうかという質問です。波動水を温める場合は、50度以下にしてください。50度を超えると波動の情報が消えてしまうというふうに言われております。まあ、正確にね、50度かどうかってちょっとわからないんですけども、お風呂のお湯が、まあ、45度ぐらいですかね。45度ぐらいだと思いますから、波動水、作った波動水をお風呂のお湯に混ぜて、お風呂に入るとすごく気持ちいいですっていうふうにおっしゃってた方がいらっしゃいますので、まあ、それぐらいの温度までは大丈夫なんだろうと思います。ありがとうございます。次のご質問です。ヨッシー先生、ありがとうございました。マイナスの感情行動をそのまま転写するというのは少し怖い気もします。イメージ的には毒を持って毒を制するホメオパシーの考えに近いのでしょうかという質問です。はい。
拾い出した感情の、その言葉はですね、ネガティブな言葉で出てくるんですね。だけど、転写する波動コードっていうのは、ポジティブな感情のコードを転写してるんですよ。で、ポジティブな感情のコードを転写することによって、その人が潜在意識の中に記憶しているネガティブな感情が、まあ、中和されていくという形ですので、ネガティブなものが転写されているのではないのでご安心ください。はい、ありがとうございます。では次のご質問です。遠隔ヒーリングの写真は直近のものがいいのでしょうか？現在入院中の家族と面会できないため、入院前の不調のない時の写真を使用しております。ですね。まあ、できれば直近のものがいいと思いますけども、なければ、少し前のものでも大丈夫です。で、写真でね、なんで測定と転写が、ヒーリングができるのかということなんですが、これは、装置を扱ってる人の意識で行ってるんですね。で、誰の測定するのかっていうのを、まずその写真を見ることによって確認しますね。で、まあ、自分のお母さんであればお母さん、お父さんであればお父さんというふうに認識して、で、その写真を載せて、測定のスタートボタンを押します。すると、自分の意識が、その写真に写ってる人の意識にすでに繋がってるんですね。4次元の世界では。ですから、相手の人の情報を拾い出すことができるんです。で、それでヒーリングするときも、その人をヒーリングするんだというふうに意識しながらスタートボタンを押しますから、装置から発信される波動情報が写真に写ってる人の意識に届くようになってるわけですね。なので、装置を操作してる人が認識できるものであれば大丈夫だということです。だからまあ写真でなくてもいいんですよ。名前の文字ででもできますね。名刺とかでも大丈夫ですかね。はい、名刺でもできます。はい、ありがとうございます。では次のご質問です。ペットボトルのお茶やジュースにも転写できますかという質問。はい、転写できます。できますが、お水以外の成分が たくさん入っていればいるほど、波動の保持能力が弱くなるんですね。なので、できるだけ、まあ、お水、ミネラル分の少ない水を使った方がいいです。そういう意味で言えば、蒸留水が一番いいんですけども。で、まあ、お茶とかですね、で、コーヒーに、まあ、転写しても、転写はできるんですね。で、その場合は、転写してすぐに飲んでください。しばらく置いとくと、おそらく、情報が消えていくと思います。はい。ありがとうございます。逆に、向かない飲み物ってありましたら教えていただいてもよろしいですか？向かない飲み物。例えば、ビールとか炭酸のものとかですね。カフェインが強いものとか、何かあれば教えてください。まあ、炭酸飲料とかは転写にはあまり向かないですね。でも転写できないわけではないです。で、波動転写すると飲み物の味が変わるんですね。で、例えばワインとか日本酒とかですね。醸造したお酒とかは味の変化がすごくわかりやすいんですね。ですから、安いワインを買ってきて、で、波動転写すると美味しくなるんですよ。2ランクぐらいアップしますね。ただ、ビールは、気が抜けたようになりますから、ビールは波動転写しない方がいいです。はい。それと、もう一つ面白いのはね、どの情報を転写するのかということなんですけど、例えば赤ワイン買ってきました。
で、その赤ワインを乗っけて、測定をします。で、拾った情報を転写します。そのように転写したワインと、自分の手を乗せて測定をします。で、拾った情報を、ワインに転写します。というふうに、二つ違う情報を転写した場合、そのワインの味はどうなるでしょうか。という実験をね、昔やったことがあるんですよ。でね、自分の手を乗せて測定するでしょ。で、拾ったコードをワインに転写するでしょ。それと飲むと美味しいんですね。ところが他の人が飲むとまずいと思うんですよ。だからそのワインは測定を、受けた人だけが美味しいと感じるワインになるんですね。で、ワイン自体を乗っけて測定して拾ったコードを転写すると、誰が飲んでも美味しいと感じるワインになるんですね。そういう違いがありますから、一人で飲むか、みんなと飲むかで、測定の仕方を変えてください。という同こと。じ方からの質問で、はい。水素水などにも転写できますかという質問です。まあ、水素水も転写はできると思いますよね。まあ、水素水もいろんなのがあるんでね。で、水素水を作る装置とかもありますよね。なので、まあ、私は水素水使ってないから、実際に試したことがないんですね。だから推測でしか話ができないんで、気になる方は試してみてください。まあ、転写はできると思います。ただ、保持能力がどのぐらいあるかですね。ありがとうございます。次のご質問です。はい。ちょっと飛ばしてた質問で申し訳ありませんでした。前話も遠隔ヒーリングでは写真の当人がヒーリング受けるという意識が必要でしょうかという質問ですね。あ、もちろんそうです。はい。令和も前話も同じです。遠隔ヒーリングする場合は、装置を操作している人が、誰のヒーリングをするのかっていうのをしっかりと認識して、で、その上でスタートボタンを押してください。まあ、極論言えばね、写真載せなくても遠隔ヒーリングできるんですよ。その操作している人が頭の中でしっかり相手の人を、イメージできればですね。でも、それをやっちゃうと、さらにオカルトだって言われるといけないので、まあ、写真、とりあえずは写真ですね。を使ってます。以上です。あ、別の方からの質問です。はい。前話を使ってカウンセリングも可能でしょうかという質問です。まあ、できなくはないですね。感情波動を拾い出しますから、まあ、その方が、どのような、マイナスの感情を潜在意識に持っているのかっていうのを調べることができますので、その出てきた感情を見ながらカウンセリングすることはできると思います。で、あとは、人間関係のとこですね。ですから、まあ、夫婦仲、があまり良くなくって、で、それの相談に見えられた方がいたときに、まあ、配偶者ね、人間関係の中で配偶者を選んで測定すると。すると、いろんな感情が出てきますから、まあ、そういう感情をね、見ながら、一つ一つも確認しながらね、ご本人がどう感じるのかっていうのを聞いていけば、まあ、それだけでカウンセリングになると思うんですね。ということはです。い、ありがとうございます。他に皆さんご質問いかがでしょうか。ちょっと私から一つ、私がこう思い込んでた、ことがあって、それをちょっと質問させていただきます。カスタマ前話について質問です。カスタマ前話の項目たくさんありまして、例えばあなたのメンタルとか、ワンちゃんのメンタルとか、例えば会社の社長のメンタルとか、ごめんなさい、人間関係で家族、配偶者、我が子とか、
現在の恋人とかたまたまあるんですけれど、私これ最初見たときに、その相手の方の写真をここに載せてやったらいいのかなというふうに勘違いしたんですけれども、それは違って、自分の手を乗せて、自分にとっての相手とのこの、相手、自分がどう思ってるかっていうのをこれで測るというふうに思っていいんですよね。これまた間違ってる。いや、合ってますよ。はい。そこちょっと少し皆さんにわかるようにですね、多分知らないと猫ちゃんの写真載せちゃったりしてやると思うんですよね。例えば、社長の社い長、や、写真載せてとかで。猫の写真はいいですよ。あ、猫写真はいいんですか。じゃあその人間関係のところで、例えば現在の恋人とか、我が子とか義理の兄弟、姉妹とかいろいろ項目があるんですけど、それをやるときのことちょっと教えていただきたいんですけれども。例えばね、佐野社長の写真を用意して、で、人間関係で、ね、会社の社員を選んで、で、測定するでしょ？そしたら、佐野社長が社員に対してどういう感情を持ってるかっていうのが測定できるんですよ。できるんですけどね。じゃあ、それで、測定をして、写真を使ってヒーリングして、佐野社長が社員に対して持ってるネガティブな感情を、ヒーリングしてあげようということで、それをね、勝手にやったらね、マイナスのカルマになるんですね。佐野社長から頼まれてやるのはいいんですよ。俺、時間ないから、ね、ちょっと横浜さんやっといてよってね、頼まれてやるのはいいんですよ。それは隠れて黙って、社長を変えてやろうとかって言ってね、やると、それはマイナスのカルマになります。だって自分がもしそういうことされたらどうですか？すごく嫌な気持ちでしょ？それはね、失礼に当たるんですね。礼を失するということね。だからそういう使い方、やろうと思えばできるんですけども、その人の運気はどんどん下がっていきますよ。それをもしやったら、やった人の運気。で、基本的に、数玉全話は、自分を変えるために使うんですね。令和もそうですけど、自分を変えるために使う。ですから、会社の社長、を選んで人間関係で、で、自分の手を乗せて測定をする。そしたら自分が社長に対してどういうマイナスの感情を持ってるのかっていうのが出てきますから、それを解消していく。すると、社長と自分の人間関係が良くなっていくんですね。相手を変えて関係を良くするっていうのは、それは間違いですね。自分をね、変えることができるのは自分だけなんですね。で、自分が変えることができるのも自分だけなんですよ。人を変えることはできないですから。そのために、自分自身が変わっていくために、悟りを開くために、ぜひ使ってください。はい。非常に分かりやすいご質、お答えありがとうございました。はい。では次のご質問です。一例四魂縄文ゲートは時間がかかるようなので、カズタマセラピーウォーターの無波動水に転写をして飲むのが効率がいいでしょうかという質問です。そうですね。だから例えば1週間に1回とかね、2週間に1回 測定をするのであれば、1週間分のお水に、転写しないといけないんですけど、この装置の上にね、その1週間分って言ったら、1日 500cc 飲むとして、2リットルのペットボトル2本乗せないといけないですね。それはね、ちょっと難しいですね。なので、こちらのブルーボトルですね。のお水、無波動水がありますから、これに転写をして、で、これを薄めて飲む。そうすれば、1週間でも2週間でも飲みますね。2ヶ月分になりますから。で、1週間飲んで、また一例四魂プラス縄文ゲートで、
測定したいという場合は、それで、このお水を、飲んだ後に、測定をしてください。で、ブルーボトルに転写をすると。ね。重ねて転写して大丈夫です。前の情報の上に、ね、上書きしても大丈夫ですので。で、どん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 。1週間に1回、もし測定するとすれば、8回転写できますよね。2ヶ月ですからね。8回測定して転写して飲めるということになります。はい、先生ありがとうございます。はい、質問です。令和と前和の合体期は考えていらっしゃいませんかという質問です。何ですか？令和と前和の？たま令和と前和の合体した機会を考えていませんかという質問です。考えてないですね。いや、合体した機会はありますよ。カズタマ3です。カズタマシステム3。3の中には、令和の測定メニューも、前和の測定メニューも入ってます。全部は入ってないな。前和の測定メニュー全部は入ってないですけども、それは、マーカーコードを、テキストファイルで提供すればできますので、まあ、基本的に全部入ってますね。入ってないのは一言アドバイスだけですね。まあだからその辺は、カズタムシステム3のソフトに追加をして、まあバージョンアップすれば、はい、合体した装置になりますね。ということです。はい、ありがとうございます。ということで今いただいている質問は一旦全部お答えいたしましたので、何か日野さんの方からご質問があればお願いします。はい。吉野先生、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい、まあ、僕も今、カズタマ前話の方を少しデモ機を使わせていただいているんですけれども、感情のコードが本当いろいろあって、その測定のたびに違ってくるので、非常に興味深いなと思っています、はい。で、実際にその何種類ぐらいの感情コードっていうのが、ここにあるんでしょうか？ですね。何コードだったかな？356だったかな？ちょっと正確な数を忘れちゃったんですけども、350以上は入ってたと思います。はい、ありがとうございます。350じゃないか。318、316か。うん。まあ300以上は入ってます。はい。ああ、なるほど。はい。あと、ついこの間僕ちょっと怪我をして、その後に波動、この前話で測定してみたんですけれども、はい、その時に出てきたのが、なんだったか、ちょっと待ってください。厳密とか、厳密余裕がないとか、自己嫌悪とか、過剰活動とか、うん、あとちょっとわからなかったのが、人の気分を害するっていう行動があったんですけども、うん、どういうふうに理解したらいいんですかね。まあ、活動過剰っていうのはそのままですよね。うん、うん。動きすぎて、で、つまずいて転んで骨折した。出てしまったんだと思うんですけど。余裕がなかったわけでしょ？そうです、そうです、うん。で、最初のは何でしたっけ？最初のは大体分かったんですけども、人の気分を害するっていうのがちょっと分からなくて、うん、まあ、それは、出てきた感情コードをね、全部、理解しようと思うと、ちょっと無理が出てくるんですね。はい。うん。だから、思い当たるものだけ、こう、ピックアップして、つなげてみると、ああ、そうなんだなってね、自分に余裕がなくって、ちょっと、動きすぎて、で、注意散漫になって、転んで怪我したんだな、ということが分かってきますので。なるほど。はい。まあ、それによってね、一緒に行ってた人の気分を害したのかもしれないんですけども、一人で行ってたんですか？いや、妻と行きました。じゃあ、奥さんが気分を害したんでしょうね。確かにそうですね。はい。うん。一応、昨日、そのお話聞いたんで、
カズタマミニを使って一晩、今もヒーリングしてますけども、ヒーリングさせていただきました。ありがとうございます。すみません。だから、ちょっと思ったのが、その感情が、こう、毎回違ってくるので、それ、こう、ノートとかに記録して、自分なりに、こう、感情を見ていくのもいいのかなと思いました。そうですね。だから、まあ、同じメニューで測定して、出てくる感情はどういうふうに変化していくのかっていうのを見ると、なんか面白いことが分かってくると思うんですね。で、一応、機能的にはね、Wi-Fi につないで、スマホの中にアプリを入れて、そのデータを蓄積できるようには作ってるんですよ。ああ、それはいいですね。ただ、まだちょっと実用化まで行ってないので、まあ、将来的にそれが完成すれば、全話を購入した人、全員それ使えるようになると思います。今はないので、手書きでメモしていってください。わかりました。ありがとうございます。はい、僕の方からは以上になります。最後、お一方ですね、ご質問入ってまして、これだけちょっとお答えお願いします。波動水が飲めない場合、体に塗るなどしても効果はありますでしょうか？現在、家族が治療の関係で口から食事、水分の摂取ができませんということです。まあ、ヒーリングもいいかもしれませんね。そうですね。ヒーリングもいいんですけども、まあ、水をね、体に、まあ、塗るか噴霧してもいいんですよ。ただ、水そのものだとすぐ蒸発してしまうので、ゲルクリームってありますよね。ゲル状のクリーム。あれに波動転写して、皮膚にこう塗ってあげると、しばらく持ちますので、昔ね、脳梗塞で倒れて入院しているお父さんの波動水を作ってくださいって依頼があって、ただ、水飲めないと。じゃあ、クリームに転写して塗ってあげてくださいって言うんでね。で、もう点滴を毎日打ってるので、手がね、もうパンパンにね、腫れてたんですね。で、そのお父さんの手に毎日毎日、そのゲルクリーム、波動転写したゲルクリームを塗ってあげてたら、すっごい綺麗にね、元の状態に戻ったんですよ。まあ、ただ残念ながら、お父さんはまあ亡くなられてしまったんですけどね。まあ、そういうことで、昔は、だから皮膚の疾患の方の場合は、まあ、お水と、そのゲルクリームに波動転写してお渡ししてる時期もあったので、まあ、そういうクリームを購入されれば、それにまあ転写すればいいと思いますね。ありがとうございます。日野さんのところでもですね、イリアールのゲルクリームですとか、テラの輝きっていうゲルクリーム、素敵なクリームを扱ってらっしゃいますので、必要でしたら、ぜひ、おっしゃっていただけたらと思います。ということで、19時半になりましたので、名残惜しいのですが、吉野先生、最後、皆さんに、明るい2024年になるような一言をいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。私からですか？ まあ、カズタマ令和とかカズタマ前話をね、まあ、ちょっと高価なね、金額の高い装置ですので、まあ、皆さん全員がね、購入できるかどうか知らないんですけども、別に装置がなくても、自分の意識を前向きに、とにかく、縄文ゲートを開いて、縄文の心を思い出して、道端に咲いてる花に語りかけて、で、泣いてる虫の音をね、心地よく聞いて、で、余裕を持って、無駄とか不便を楽しむっていうね、そういう心の余裕を持ちながら、まあ、日々の生活を送っていけば、どんどん自分の、潜在意識も変わってきますので、まあ、そういう、思いでですね、2025年7月5日までは、日々生活を送っていただければと思います。先生、素晴らしいお話をありがとうございました。正元さんとすごく重なってというか、どんどん先生が
進化されてらっしゃるようにこう感じております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、今回のあの、かずたま前話なんですけれども、大変好評いただいてまして、全国の販売店様のところでも欠品が実は続いています。ただ、日野さんのところでですね、少し実は確保されている分があるということなので、もし今回お話聞かれて、ぜひ使ってみたいわっていうことであればですね、日野さんの方にまたご連絡をいただけたらと思っています。日野さん何かあれば、補足お願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、かずたま前話の方に関しては、今、ちょっと数が少ないんですけれども、店の方に今、6台だけ今、残っております。で、次がまた4月の末以降になるということですので、まあ、ちょっといち早く使ってみたいという方は、早めにおっしゃっていただければ、お出しできますので、検討してみてください。はい、以上になります。はい。では、皆さん、今日は遅くまでありがとうございました。本当にこんなにたくさん遅くまでご参加いただけて嬉しく思います。また、時々、石野先生をお招きして、セミナー開催できたらなと思っていますので、その時はぜひご参加ください。本当にありがとうございました。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 ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。あ、横浜さん、ミュートになってるかな。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今日は本当、日野さんがどんな状況か全然わかんなくて、ドキドキしながら開催してます。先生ね、頭に包帯を巻いて出てくるすいません。本当にヒーリングしていただいてありがとうございました。回復は本当に確かに早い気がします。その効果が多分あったんだなって今思いました。素晴らしい。ありがとうございます、本当に。ね、はい。明日もまた同じ話してるんですけど。あ、いいです、いいです。なんか、うん。でも今日いろんな質問出てたんで、なんかそういうのも交えて喋っていただくといいかなと思いますけどね。うん。うんうん。ですね。ね、いい回でした。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。またなんて言うんでしょう。さっき申しましたけれど、日野さんのとこで、ユーザーさんすごい多いので、またフォローセミナーみたいなのね、で、こういう感じでできたらいいなと思いますので、また先生よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。かしこまりました。はい。先生、遅くまでありがとうございました。はい。ありがとうございます。明日もよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。日野さんもお大事にしてください。はい。ありがとうございます。失礼します。はい。よいしょ。